Thank you.
Yes。まあこれくらいなら合格ラインじゃの。やりましたね、先生。あ、先生。お。先生。カレン。先生が大変だ。突然動かなくなったんだよ。そうか、やはり。なんだよカレン、何か知ってるのか。先生は突発性機能不全症候群という病気なんだ。突発、え、なんだって。200年近く生きているキャストに特有の病気だ。突然身体機能が停止して自然に目覚めるまで全くの仮死状態になる。マジかよ。とにかくそのまましばらく置いて自然に目が覚めるのを待つしかない。ガスだ。カレン、カレン、何かあったんですか。1号車で何か新しい。ヒューガは先生を見ていてくれ。分かった、気をつけて。ああ任しとけって。
ガーディアンズにも骨のある奴がいるもんだな。お前が海賊のボスか。そうだ、ランディール号の艦長アルフォート・タイダー。俺はガーディアンズのイーサン・ウェーバーだ。私に勝てるとでも？命は大切にした方がいいぞ。やってみなくちゃわかんねえだろ。殺すには惜しいな。もっと強くなれ。また相手になってやろう。タイラー、役立たずの三兄弟は回収したわ。よし、引き上げだ。ロープを下ろしてくれ。はーい。お前たち、カレンをどうしたんだ。大丈夫だよ、ガスでちょっと眠ってるだけさ。リーナは余計な殺生をしない主義でな。機会があればまた会おう、イーサン。タイラ、あれ、パルム警察の巡視艇よ。意外と早かったな。さっさと逃げるぞ。
丈夫か、カレン。カレン。イーサン。よかった。ガスにやられたのか。すまん、油断した。人質も積み荷も海賊に取られてしまった。相手が悪かったのさ。奴らの方が一枚上手だった。何かおかしいか。ごめん、私がイーサンに慰められるとは思ってもみなかった。そりゃ俺も経験積んできたからな。頼りになるだろ。またお前たちか。任し。大事な積み荷を盗まれてよく笑っていられるものだ。俺たちは精一杯戦ったさ。でもそれ以上に海賊の攻撃が凄まじかったんだよ。言い訳は聞きたくない。研究材料を盗まれては我々も黙っていられない。我々の不手際で積み荷を盗まれ申し訳ない。海賊は甘く見ていて私のミスだ。しかしガーディアンズは同盟軍にできうる限りの協力はしているつもりだ。笑わせるな。同盟軍の邪魔ばかりするガーディアンズなどクズの集まりだ。イーサン大丈夫か。今度邪魔したら命はないと思え。海賊に積み荷の大半は奪われてしまいましたね。先生がこのまま永遠の眠りについてくれたら点数引かれなくて済むかもしれませんが。今回はローブスの海賊の中でも一番手強いタイラー一味だったからな。タイラーと戦ったけど奴は強かったよ。俺全然歯が立たなかった。もっと強くならなきゃいけないと思ったよ。ああ。その気持ちが大事じゃけ。わ、先生目を覚ましたんですか。失敗して初めて至らぬ部分が見えてくる。失敗を糧にしてこそ本当の成長ができるのじゃ。俺もっと強くなりますよ。僕も頑張ります。おおその息じゃ。そうじゃ、今から早速修行するか。近くにいい修行場所を見つけたんじゃがの。ネーブ先生のしごきは宇宙一厳しいぞ。ちょっと修行は勘弁してもらえます。なんじゃと。もうちょっとデートの約束がありますから。お前たちは口だけ達者になりよって全然じゃ。勘弁してくださいよ。Tomorrow
ついに第二惑星ニューデイズに降り立つイーサンたち。グラール教団の町オートクシティでイーサンは再び原始の巫女と出会う。そして明かされるカレンの抱える秘密とは。次回ファンタシースターユニバース原始の巫女、君の守るべきものは何だ。